スコア予想。でも結構、今大会みんな点取れてるんよ。傾向としては。クロアチアだけちょっと例外なんですけど。あれもまあ実質1得点と考えると、点は動くな。11はまず絶対ある。11からの3、32オランダ。まあ3、3入るかなぁ。21オランダで、いきます。ちょ、オランダ、あんまわかんねえんだよな。中盤、 どうなのかねっていう。あんま正直馴染みないというか。まあ、バックストップはいいとして。キビオルは、それポーランドですよ。そうで、ね。キビオルヘッドあるっちゃう。うおー、えー、きたーブッサーブッスかぶっクサー綺麗なヘディング <laughs> おー おい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 ,おい,おい,おいさあちょっとパンクロアスが起きたかもしれませんまあ、ですねちょっとグループ D なんであの動画はまだ完成したいんですけれどもはいオランダはですね意外と上位相手にクリーンシートできないというような話をうーん、まあ、ポーランドをねどれだけ上位とするかはそうさておきフランスにも2試合で6点ぶち込まれクロアチアにも34点ぶち込まれみたいな感じで 上位陣相手にですね、あのー、そこまで硬くないっていうデーターがあったんですけれども。ダンフリースとダイクの間から。行きましたね。おやー,ーこれは綺麗なコーダーキック。うんうん、これは綺麗だな。これはうまい。うん。あ、レバーも。ああ<ー>。喜んでおりますな。レビオジ。オジクーマンに対する絶大なる信頼がコメント欄に。<laughs> <laughs> フーマンがサウスゲートでしょうね。<laughs> い,やいや、実際だろ、死んだよ、マルティネスもいますから。<laughs> この三強がマルティネスはまだあれか。ユーロ、ユーロイル、ワールドカップでね、ベルギーを持ち上げたか。ていうん実績は。あれどうします実績に入れます ?3 位、ワールドカップ3位を。<laughs> うーん。よいしょ。おこれはシャトル。おー。 さあ、ネイサン明けパーンコーディー学法<い>開けからの学法 <laughs> これはプレミア勢にんまりの一撃当たりながらもねじ込んでいきましたねまあ、あそこ振ればね、何でも起きますよね。そうですね。普通にやっぱ前半のうちに返してきますよね。そうなんですよね、強豪はね。ね<え>これをちゃんとやっていきますので。おお 学簿ちょっと仕上がってんね。学簿いいよね。うん、うわー、もうこんだけ行ったらもうおみくじだわ、これ。これはもう、しゃーないっすねす。でもすごいね、ブロック三行ってたね。3行ってたね。よう、通ったわ。うん、よう通ったから。うん。追いつきました。<laughs> オランダの学簿は、どうもすげえんじゃねえかと。いやいやいや、リバプールもね。いや、リバプールもね。ただなんか、オランダの学簿、毎試合、 わかる。手取ってんじゃねえかっていう。イアプールの学校はまだ遠慮がちよね。うーん。オランダの方が容赦ないイメージ。そう。あ、じゃあありがとうございます。ありがとうございます。解説内からいつも以上にありがたいですということで。いやびっくりなんですけど、これ同説1万超えてるんですよね。なんで今、ユーロ市場、あれですよ、最高同説の試合なったんですよ、これ。なん。日曜の十時。日曜の十時。ポーランド対オランダで今最高記録を。や多分オランダ見たい人が多いんじゃねいかな、すげえ。 そうなのいや、時間帯なのかわかんないけど。時間帯なのかかんないけど。昨日もな、言ったら。確かに、ハンガリー対スイス多かったね。あら。うん。やっぱ時間帯か。時間帯か。うん。そゃそうだよな、ここいや、でも、イングランド対、セネガルじゃない。セルビアは4万ぐらいでしょ。行かない。同節。行かないですか。4号っすよ。いいとこ4号だな。四号ですいいとこ4号だな。限られる本当に。マジで。 <laughs> あ、前半で終,、ね、終了ですね。前半で終了ですね。1対1と。いやでもおもろいぞと。うんうんうん。全然、めっちゃおもろいだ。なんか話な、かも <laughs> なんか、普通にレビー入りのポーランド見てみたいと思うもんね。いや、そうね、レビー。でも、ベンチにいるはいるん。うん、いや、でも無理はさせないでしょ。最後、ちょっと10分だけ、出せないですか <laughs> 出せませんかね。<laughs> 王の力を <laughs>。ちょっと、レビー。うじ<ー>ゃ9分あれ五5点取れるからな。 ハイになったら、レビィがハイになったら。<laughs> <laughs> そうなんだよな、ね。<laughs> よね、<laughs> 9分で、9分で十分だから。<laughs> 監督ロナドみたいに監督レバノスキ見たい。いや、あるかもよ。やっぱね、あの、あの、メッシュ現象がありますからね。みんなで丸々に届けよう。<laughs> <laughs> 結構あるでしょそういう英雄的人物に何かしらのみたいな。あり <laughs> ます。えー、某別大陸の大会とは違って、スピード感段違いですね。確かにね、 世界最高の大会、アジアカップと比べたらぬるいよね。まだユーロね。全然遅いよな。だってあんだけ強かったドイツとスペインが歯が立たない日本ですらベスト8で負ける大会ですからね。あれはやっぱりレベルが違うアジアカップはマジでもう本当に。早すぎてゆっくりに見えるもんな、あれな。まだまだだね。ヨーロッパ、マジで。まあ、こっからじゃないですか。サッカーがどんどん発展してって、いずれアジアカップへ、えー、追いついてこいって感じですからね。 まだまだ遠く及ばないね。うん。ぬるい。こっからこっから。ポルトガルに勝った韓国も優勝できてないし、なんならポルトガルはさ、あ、じゃあ韓国は、あの、2018年のロシアワールドカップでドイツ破ってますから、もうそういうもんなんですよ。だってアルゼンチンに勝ったサウジですら優勝できてないでしょだからもうアルゼンチン越えのサウジにドイツスペイン越えの日本にポルトガル越えの韓国が集まっても、勝負つかないっていう大会ですからね。なかなかですね、これはね。 ちょっとレベルが難しい話よな。だから、なかなか日本の入っているこの周りの国々が強いからね。だからコンフェでないの悲しいよな。ちょっとコンフェでやらせてほしいよな。コンフェでさ、もう各大陸王者がさ、集まってさ、もうその大陸、結局どこの大陸が一番強いかっていう。 コンフェデって最後いつだっけあったのなんか、ドイツがさ、ドラクスラー以外 B チームで優勝してた時は覚えてんだよ。コンフェデレーションズカップ。おもろかったね、コンフェデね。コンフェデの日本対イタリアだっけもう伝説の試合だもんな、あれな。当時高校生でしたよ。あの、1時間目体育と2時間目の間でみんなでなんかもう、寄ってたかって見てた気がするけど。 2014年とかかな。あれおもろかったもんなマジなマジで名勝負だったよね。コンフェで。先生がテレビで見せてくれた。あれよかったね。2013年コンフェデレーションズカップ日本対イタリア。 名勝負よ。名勝負。高校で見てたわ。そう、みんな、俺らだよ、高校で見てたやつ。<laughs> <laughs> そう。出たー。<laughs> だからそう、日本けをコンフェであったら、もうちょいアジアカップガチってたんだけどな。<laughs> か先がねえよな。アジアカップ取ったらだってもう世界王者じゃないですか、いっちゃえば。だって <laughs> 人工費で言ったら一番難易度高いですよ。間違いなく人口比 <laughs>、人工費。 大半のインドと中国が出てきてるんだよなや <laughs> 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 いやいや、いや人工比だから。全洋発戦も中国インドにもう投稿呼ばないでしょ、ヨーロッパなんて。いや、そうですよ。ね。<laughs> <laughs> オランダ戦のホンダのゴール伝説よね。<ー>完璧なパスワーク。ね、日本史上最高のゴールの一つじゃない。もう、あんなん、なかなか見れんぞっていう。行き、うん、散らかすよ、マジで。あんなん見たら。 あの瞬間だけど、うん。バルサ越いてたんちゃうか、みたいな。かもしんない。んでペップバルサー、モウマドリー、ザックジャパンの、もう。三強だったからね。三強だったからね。あの、オランダ戦のホンダのゴールの瞬間は。瞬間も三強だったから瞬間最大風俗が。ま、あれはね、コンフェデじゃないんですけどね。あれはコンフェデじゃないけど。普通、新前試合。か。そう。そう、しっかりと漏らすことはもうないけど。 ほほ<ス>ー<ス><ス>いける伝説です、これが。これがいける伝説です。これがいける伝説。やはりみんなの兄貴、ベグホウスト。みんなの兄貴が決めました。え一家の大黒柱。ついにここでゴール。ベグホウストです。えー <laughs> お前らが、さっき入ってすぐですね。ベグニーベグニーが <laughs> これまず、明けからのパス良かったんですよ。はい、おこれです。見事ですね、3人目の動き。いや、見事ですね、いい足で決めたんか。足で。 おいー。これは見事ですもん、これ。早えよ、ちょっと、決めんの。手組みが83。83分、結構、際どいとこですけれども。い,いやー、高ぶってる。これはそうだ。明け、2アシストで、ね、アシストランキングトップ。<laughs> 明け2アシスト明け2アシトです。<laughs> おー。さあ、しかし84分。まだあるよ。さあ、やはり今年は、 今年のユーロは順当なのが。ほう。ありまっか順当で行くのか。カはもう今日はもう、次からだな。次からか。まだ間に合う。ただ、終わりですね。ね終わったか。いや、順当ですね。オランダも苦しいんだが。ああいや逆転いや勝利、やはりペグホースト。男ペグホースト。<laughs> 男ペグホーストの一発で。一発決まりましたね。 ネイサン・エイク、8.1。おおアシスト1だけだ。ま、ちょっと当たってたからね。ビッグボスのゴールは、そっか。うん、まあ、かな。そしてコーディー・ガクポ、8.7。左サイド、キンキンじゃないですか。ドリブル4分の4ですよ、ガクポ。いガクポ、良かったな。マジうまかったうん、素晴らしかった。うん。ポーランド悪くなかったけどね。うん。全然、期待値1.24だもんね。あ、ほんまですか。おもろいな、マジ今回のユーロ結構当たりいだな。 ねえ。うん、面白かったこれ。グループ初戦から結果、みんな、要点入るわ。最低でも21やってくれるか。<laughs>